ロシア海軍不評とは、ロシア海軍の水陸両用作戦部隊である。他国の海兵隊、海軍陸戦隊に相当する。ロシアにおける海軍不評部隊は、ロシア帝国時代の1705年に、初めて編成され、ナポレオン戦争やクリミア戦争、日露戦争、第一次世界大戦などで戦闘に参加した。さらに、ソビエト連邦時代には、 セルゲイ・ゴルシコフ提督がその規模を拡張し、世界中の戦地に展開した。その後、ロシア連邦初期には大幅に規模縮小されたが近年では必要に応じて部隊改編がなされている。1705年11月、ピョートル一世はバルチック艦隊に対して異常攻撃及び水陸両用作戦を担う連隊規模の陸戦部隊編成を命じた。これがロシアにおける 最初の海軍不評部隊であった。18世紀の間、ロシア海軍不評は、ハンゲの海戦やチェシメ湾における、トルコ海軍撃滅、ドナウ川における、イズマイール要塞攻撃などの戦いで重要な役割を演じた。ナポレオン戦争中の1799年、ロシア海軍不評は、ゴルフ島のフランス軍要塞を占領した。また同年、ロシア海軍不評は、 ナポリを占領し、強行領に侵入している。第六次大仏外同盟による戦争の最中には、ボロジノの戦いやクルムの戦い、団地飛行移戦などで、フランスの大陸軍と対峙した。1854年から1855年に、かけてのセバストポリの戦いでは、国会艦隊の艦船乗り組員により、陸戦隊が編成されて防衛戦に参加し、約1年間にわたって、 セバストポリ要塞をイギリス、フランス、トルコの攻勢から守り抜いた。日露戦争中の1904年にも、旅順の戦いにおいて、太平洋艦隊の海軍将兵で編成された、陸戦隊が日本軍を相手に戦った。第二次世界大戦、第二次世界大戦中、およそ35万人の赤色海軍水兵が、地上戦力として投入された。海戦当初、 海軍不評戦力はバルチック艦隊指揮下の一個旅団のみだったが戦争の激化に従って他の艦隊でも大体編成が行われた。最終的には次のような編成が取られた。第二次世界大戦の情勢は大量の地上戦力を要求したため海軍不評部隊も各地に展開した。例えば、モスクワ、レニングラード、オデッサ、セバストポリ、スターリングラード、 のぼろしーすく、ケルチなどの防衛に参加したことで知られている。海軍不評は114回にわたる上陸作戦に参加したが、それらの多くは、小隊内市中隊など、比較的小規模な作戦だった。多くの海軍不評は、水陸両用作戦の訓練を受けず、通常の不評と同様に運用された。第二次世界大戦中、 海軍不評からはここ旅団と二個大隊が新鋭の部隊称号を獲得した。また急行旅団と六個大隊が各種の勲章、名誉称号を獲得しており、また122名の海軍不評隊員がソ連邦英雄の称号を得ている。第二次世界大戦における水陸両用作戦の経験はソ連における軍事思想に大きな影響を与えた。海軍不評部隊では、 空挺作戦の訓練も行っており、後のロシア空挺軍よりも多数の効果実績を持つという。海軍布標は1947年に解散し、いくつかの部隊は沿岸防衛軍に残留した。冷戦期1961年、ソ連海軍の地上戦力として海軍布標が再結成される。各艦隊には連帯規模の海軍布標部隊が割り当てられ、 またその規模は後に、旅団規模に拡大された。海軍不評は、ソ連地上軍で運用されているものを含む標準的な装甲車両を水陸両用化した車両が配備された。1989年、海軍不評の戦力はおよそ1万8000人を数え、ウラジオストクの第55海軍不評師団と少なくとも4つの独立旅団が含まれていた。冷戦終結時、 ソ連海軍は80隻余りの揚陸艦を保有しており、その中には2隻のイワンロゴ普及揚陸艦が含まれる。イワンロゴ普及は1隻で1個不評代替と40両の装甲車両を輸送することが可能であった。また1隻のイワンロゴ普及は間もなく退役している。さらに75台のエアクッション艇、上陸時に装備及び物資を輸送するために、 小戦船団所属の小型集艇2500隻を保有していた。1990年11月18日、ヨーロッパ通常戦力条約や信頼、安全情勢措置に関するウィーン文書が採択される、パリ会談の前夜、ソ連に関する最新の情報が報告された。この中で、これまで NATO が察知していなかったソ連、海軍所属戦力として、3個沿岸防衛士団と3個、 砲兵旅団及び連隊の存在が報告された。また、これらの部隊は CFE 条約にて削減対象兵器と定義されている装備を大量に保有していると推定されていた。ソビエト側は CFE 条約にて地上部隊を含む海軍戦力の削減に同意していなかった点を強く主張した。この時点でソ連政府は指導力の弱体化を実感しており、 戦力の低下を恐れていたのである。1991年7月14日、ソ連政府は地上軍にて削減対象となったトルをすべて海軍不評や沿岸防衛部隊に配備した。多くのワルシャワ条約機構側の国家がこれに続いて同様の措置を取った。ロシア連邦成立初期における海軍不評には太平洋艦隊の第55海軍不評師団、 北方艦隊と北方艦隊は北極圏における主要な海軍不評部隊基地を有しており、この基地はスプートニクと通称されている。1994年、コーペレーションフロムザシーと呼ばれるアメリカ海兵隊第三海兵衛星軍との共同演習がウラジオストクにて実施された。翌年にはコーペレーションフロムザシー1995と呼ばれる 海上救助活動に関する共同演習がハワイで実施された。1998年、極東軍管区が有する第22機械化狙撃兵士団が太平洋艦隊北東軍集団に移管される。2000年、同士団は第40独立機械化狙撃兵旅団となり、2007年9月1日には第40独立海軍、2009年にはさらに第3独立海軍不評連 また、第55海軍不評師団も、第155独立海軍不評旅団へと改編。2000年以降、カスピ召艦隊では、カスピスクにて新たな海軍不評旅団として、第77旅団が編成された。同旅団は、司令部及び二個大隊で構成され、2000年8月1日までに、正式に設置される予定だった。 ロシアの軍事情報に関する新聞エージェンストボ、ボイニーヨックのオーバス大尉が報じたところによれば、新旅団はかつて、カスピスクやアストラハンに駐屯した第77、機械化狙撃兵士団の伝統を継いでいる、可能性があり、また195台の戦闘車両と2台のエアクッション艇が熟知及び、北方艦隊から送られているという、ヘリコプターの保有及び訓練も確認されている。 同旅団は2009年には廃止され、2個の独立大隊に分割された。海軍不評連隊は、PT-76 と BRDM-2 を装備しており、1個戦車大隊、3個海軍不評大隊で構成される。また、海軍不評大隊のうち1つは、BTR-60 系列の水陸両用車両で機械化されている。 海軍不評旅団は PT-76 あるいは T-80 と BRDM-2 を装備しており、2個戦車大隊、4個内いし5個海軍不評大隊で構成される。また、海軍不評大隊のうち一つは BTR-60 系列の水陸両用車両で機械化されている。通常、戦車大隊は36両の主力戦車を有する。 少なくとも一個海軍不評大隊は空挺任務に関する訓練を受けており他の大隊もヘリボーン任務に関する訓練を受けている現在 PT-76 の段階的な退役と T-80 への更新が進められているが依然として大量の PT-76 が運用されている完全編成の海軍不評旅団は概ね七十両から八十両の戦車を 装備することになる。通常の海軍不評大隊では、MTLB 装甲車を、強襲上陸大隊では、BTR-80 系の装甲車が運用されている。大隊のうち1個中隊の割合で、BMP-3 の配備も行われているが、実際には少数運用に止まりたの装備を、置換するには至っていない。ノーボスチロシア通信社が報じた国防省声明では、 海軍不評の装備について2015年までにすべてのロシア海軍不評は先進的装備によって十分に武装されるとされている。これには T-90 戦車、BMP-32S31 米な 120mm 自走迫撃砲、BTR-82A 走行車、各種防空装備、個人用火器が含まれるという。 IISS ミリタリーバロンス1991-1992 P30 から1、アベンミリタリーニュースエージェンシーチーフオブスタッフスパーバイシングマリーンブリケードフォーメーション52戦エージェンストボポイニーヨクノーバスタイニュースエージェンシーモスクワロシアカバーリングローカルソサイティフェスコブエトール2004ロシアエスネーバルインファントリー 2B トータリーリアームドバイ2015 ありがとうございます。